ハロー YouTube ニハオヨークワン、リンチューです。ですね、今日もですね、日中を股にかけたバイリンガルはどこまでもの僕がですね、皆様に、中華ニュースをお届けしようと思います。中華知らずは世界の3分の1を知らない。そして日本のマスコミは本当に偏向報道ばかりなので、皆さんね、ぜひチャンネル登録をして、中華ニュースを追ってみてください。ツイッターの方もね、ぜひフォローしていただけたら、どんどんね、新しい中華ニュース細かいやつ出していきますので、よろしくお願いします。はい、今日の、ニュースなんですけどもね、ブルセラ、病かな、ブルセラ病っていいと思うんですけども、多分先月あたり、ブルセラ病の、話が出たと思うんですよ、中国関連でね。で、卵種 の、 ブルセラ病 の、 抗体が陽性に、なった人たちの話ですね。すでにですね、3244名がですね、保証を受けるという、契約を結んだそうですね。はい、ですね、12月3日のね、午前にですね、蘭州市の、蘭州市政府がですね、ブルセラ菌 の、 抗体が陽性が出た人に対して、きちんと対応すると、そういったふうに発表したようですね。11月30日の時点で、検査、した人が、全部で79,357 人で、なんか重複で検査した人が1万786人で、1回だけ検査した人が、68,571 人ということで、そのうちですね、このブルセラ菌 の、 抗体が、陽性と出た人が、1,528 人で、だったそうですね。で、この、検査はですね、この蘭州市の、どっかのストリートに集中して多分出たようなので、そこに住んでた人とかをね、徹底的に検査していったようですね。で、きちんと対処療法なり、できることをやっていくということで、蘭州のね、大きい病院が協力、4県の大きい病院がね、集中して治療していくと、そういった体制に、なったようですね。で、現時点でですね、治療を受けた、人がですね、1604人でですね、往診、だから病院に来て治療を受けた人が、1566人で、入院したことのある人が38人と。で、2名がですね、今でも入院したままで、治療を、受けているということですね。はい、それでですね、この保証とね、この後どういうふうな治療と保証を受けていくのかということで、11月24日に、あたりからその、どういう保証していく、していくのかという、取り決めを結んでいって、それで結局最後に契約を結んだと、そういうことですね。12月2日の時点で、すでにね、3244人の人がこのブルセラ病に対する、保証の契約を結んだと、政府からね、保証を受けるとは、そういう感じですね。保証金も受けてると、そういった感じになってるんですけど、このブルセラ病でどんなのかよく知らないんですけども、動物とか家畜とかね、よく、かかる感じの、病気なんですけども、一時期多分ね、軍事目的にも使われていたような、気がするんですけどもね。だから生物兵器みたいにな形でも使われていた気がします。簡単に言うと、その蘭州で、ブルセラ、病にかかった人がバーッと出てきて、抗体が陽性になってる人が出てきて、それに対してね、政府が保証と治療をすると、そういった体制になってるようです。
はい、今日の、ね、この動画がいいなと思っていただけた方はグッドボタンと、チャンネル登録、そしてツイッターの方の、フォローもよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。スイッチへ。